沢湖混浴温泉露天風呂福島県総集編温泉ジャパン in 福島レッツゴー。日本人を守る会西山温泉滝の湯さんに来ました。行きます。露天風呂に来ました。入ります。はい、いいお湯。少し硫黄の匂いがします。気持ちいい。ちょうどいい温度で入りやすいです。うん、気持ちいい。いいお湯でした。上がります。いいお湯でした。西山温泉滝の湯さんでした。バイバーイ。徳山温泉岩風呂行ってきます。南会津町のホームページより西根川沿いの川床にある露天風呂、岩を掘った浴槽は野趣あふれています。足元から少し厚めの45度の温泉がこんこんと湧き出ており、空気に触れることなく源泉 100% に浸かれることから、温泉マニアの間では一生に一度は訪れたい秘湯となっています。年中無休24時間入浴可能なので、1年を通して西根川の四季を満喫できます。
人300円です。入ります。岩風呂をご利用の皆様へのお願い。小さな岩風呂ですが、集落の大きな誇りです。徳沢温泉へようこそ。お湯加減はいかがでしょうか。ここ徳沢温泉の岩風呂は、見ての通り洒落た設備も飾り気もない小さな岩風呂です。鎌倉時代以前から村人が利用してきたとされるこの岩風呂は、開場以来1000年にわたり、村人の手で守り継がれてきました。そして祖先から託されたこの岩風呂は集落の宝物であり大きな誇りです。岩風呂のご利用にあたっては次のことにご協力をお願いいたします。 1. タバコの喫煙はご遠慮ください。 2. 飲食はご遠慮ください。 3. 大声を出したり騒いだりしないでください。 4. 本来湯船にタオルなどを浸すことは正しい作法ではありませんが、女性の方に限っての湯あみ着を着用しての入浴についてご容赦ください。集落の宝御前風呂をこれからもみんなで守っていきましょう。本日はご利用ありがとうございました。またお越しください。徳沢温泉岩風呂。いいお湯でした。バイバイ。元湯差し温泉旅館大黒屋さんに来ました。来ます。一人800円でした。食堂があり、食事もできます。階段を降りると、外用のスリッパに履き替えます。外に出て大自然に囲まれた橋を渡ります。川のせせらぎが心地よいです。
橋を渡ると大浴場が見えます。まあ、なんて素敵な景色なんでしょう。紅葉がとても綺麗です。とても広い浴槽です。脱ぎますね。気持ちがいいので何度も休んだり入ったりしました。最高の温泉なのでぜひ訪ねてみてください。おかみさんも美人で若くてとても優しかったです。入浴の際はホテル旅館などの混浴施設、地域の方、他のお客様に迷惑がかからないよう静かに入りましょうね。体の芯まで温まりました。とてもいいお湯でした。
橋温泉旅館大黒屋旅館さんできました。とてもいいお湯でした。バイバイ、また見てね。大黒屋さんありがとうございました。ホテル、旅館、共同浴場などの混浴施設、地域の方、他のお客さんに迷惑がかからないよう静かに入りましょうね。ご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また見てね。サンキュー。グッバイ。